け、金星に来ました。出撃条件は実は前回の土星も同じだったんだけど、生産コスト300円以上です。だから今回もモネコは出れないと。ニャンコンボのために入れてるけどね、可愛いし。でもそれで1枠使うのもったいなくない？まあ今回はエイリアンばっかりっぽいし、深掘ると水マリンいるから大丈夫でしょう。そして現在唯一の第3形態、マキシマムファイターがやっぱり強いな。特に相性有利ではないのに、エイリアンとしっかり戦えてる。おかげでボルミズがほとんどダメージ食らってない。しかもお金も稼げるから、キャスリーまで出せたわ。でもこういう最初に弱い敵がいっぱい出てくるパターンは、強敵が使えてるんじゃないか？だとしてもエイリアンなら、この3体がいれば大丈夫よ。妨害かけまくれるもんな。と、ウルトラマンみたいなペンギンが出てきたけど。停止、ぶっ飛ばし、鈍速、呪い、そしてまたその繰り返し。炎も到着し、ニャンコ砲も撃って。ボス瞬殺、これは強すぎる。あれ、もしかして宇宙戦って簡単？前回あんなに苦戦したのもう忘れちゃったのか。続いて水星。出撃条件確認せずに来ちゃったけど、全員出れるみたいなので大丈夫そうね。さあ、しょっぱな感が湯が来てるけど。ここはセイコスニャンコたちで受け切る。こいつは数打者対処できるな。さて、今回はまず炎から出してみましょうか。この子本当に強いわ。使ってみてなぜ最強と言われているかわかった。強射程から広範囲に放たれる3連続攻撃。しかも全ての属性持ちに超ダメージだもんね。今みたいに前にたくさん味方がいると、ほぼ一方的に攻撃できるわ。キャスリーと並べばその射程の長さが歴然だな。黒キャスと白炎、ニャンコ界の2強ね。呪いと劣化のキャスリー、射程と火力の炎、どっちが強いかは決められないわ。で、もう出撃制限、そんなに出してないと思うけど。おそらく今回の出撃条件だろう。ステージに出せるニャンコの数が限られてるとか。なるほどそういうことね。今回はそこまで影響なくクリアできたわね。ほんとだ、ステージに出せる最大キャラ数20体か。これは次の対応の編成画面だが、おそらくさっきも同じだっただろう。まあでも、そんなに大きく変えなくてもいいかな。気持ちちょっと強めの一寸帽子入れときましょう。さあ対応。めちゃめちゃ機械文明発達してるじゃん。宇宙の未来には夢がありますな。あ、カオルさん。こんなとこにも住んでたのか。まあここもボルトストップで。あ、そういえばカオルさんも停止持ってるんだっけ。でももう呪いかかったから大丈夫。キャラ数制限とか関係なく、超激レアが強すぎる。カオルさんも難なく倒し、対応クリアです。さあ続いてウラヌス。じゃあ、私の自慢の超激レアたちだ。使えなくなってるな。やばい、また出撃条件確認するの忘れちゃった。せっかちなんだから。これもしかして超激レアダメな感じですか？いや、一寸帽子は超激レアだけど使える。ってことはもしかして、値段制限。だとしても相当まずいわよ。これまでは深掘ると水マリン、キャスリー炎の力に頼りきりだったからね。その4体が使えないとなると、ワーニックとか多少のエイリアンはどうにかなっても、強いのが来たら勝てない。さあこのステージのボスは？イノバルカン、それは無理。突破力がエグいエイリアン、これは積んだか？少なくともこの編成じゃ勝てない。よかった、出撃制限これだったのか。1ページ目のみってことは、並び替えれば OK ね。ボルミズ使えるんだったらイノバルカンは余裕だよ。ボルトストップはもちろん、水マリンのぶっ飛ばし鈍速もぶっ刺さるからね。っていうか5枠しかないのに、まだモネコ採用してんのか。ニャンコンボは1ページ目じゃないと発動しないから、あと1応クリティカルも狙えるし。モネコってメタルな敵対策になるの？まあ正直お守り程度だけど、いた方が安心。今回は大丈夫そうだけど、本当にメタルな敵が出てくる場合は、ネコジュラシッターは外せないな。現状2体しかクリティカル持ちがいないのが、今後に向けて少し不安要素ね。とりあえずウラヌスはクリアできたね。続いてネプチューン、同じ制限、同じパーティーで挑みます。まずはウサギンか。赤い敵はマキシマムファイターがいるから問題ないですね。と、なんかボスが出てきたみたいよ。ゴリラ型のエイリアン、しかも星付き。これはなかなか手強そうよ。何今の、バリア？割れた。今のがおそらくスカボルトの、バリアブレイカーの能力だな。発動してるの初めて見たわ。多分初めてのバリア持ちの敵だからね。水マリンも確かバリアブレイカーだから。この2体いれば大丈夫そう。未来編でめちゃめちゃ大活躍だったから、宇宙編ではそこまで出番ないのかと思ってたけど、蓋を開けてみればその逆で、むしろ持てる全ての能力を活かし、これまで以上に輝いてるな。本当に素晴らしい。さてネプチューンは、日本語で言うと海王星。怪人ポセイドンと同じ名を持つこの星は、もしかしたら水マリンのふるさとなのかもしれないな。素敵な里帰りになったかしら。そうだといいな、ネプチューンクリアです。とここに来て出撃制限がなくなった。やった、自由っ
しかし小屋かなり狭いステージだな。カーバちゃんか、結構強いけど、確か猫アーティストである程度足止めできたはず。とりあえずピカボルト出せるお金貯めれれば大丈夫そうね。あ、エリザベス56世はまだいいんだけど、その後ろのメタルカバちゃんが心配。とりあえずモネコ出勤。モネコの致命的な弱点は、再生産まで以上に長いことだな。やはりメタル対策にはならん。もはやアイドル枠になってしまっている。やっぱメタルにはジュラしかない。頑張れ。うおー、ナイス。ここぞってタイミングでクリティカル出たね。これぞ恐竜パワー。猫ジュラがまさかここまで重要なキャラだとは知らなかったな。レアキャラクターもしっかり活躍できるのが、ニャンコ大戦争のいいところよね。さて、トリトンといえばネプチューンの息子だが。なんで白いイルカなの？おそらく手塚治虫の漫画、海のトリトン由来だろう。懐かしいわね。海のトリトン、クリアです。さてお次はプルートー。うわ、出撃制限厳しいわねこれ。もしかして、レアと激レアが使えないってこと？ジュラやアーティスト、マキシマムファイターも出れないな。主力が3体も、それは結構困る。てかアカとメタルが来たら終わる。持ち物検査みたいになってきたわね。とりあえずその2種類の敵が出てこないことを祈って、できる限りのパーティーを組んでみよう。低コストで使える超激レア、一寸帽子とサルカニ合戦を採用し、久しぶりにミズリーに戻してみました。やっぱちっちゃくて可愛い。ちゃんとぶっ飛ばし出たな、偉いぞミズリー。敵はエイリアンメインみたいだから、とりあえず今回はなんとかなりそう。ミズリーと並んだ時の、このピカボルトのお兄ちゃん感いいね。この2体はこれまで何度も何度も、一緒に難しいステージを乗り越えてきた。もはや兄弟以上の絆で結ばれているわ。せいぜいな。そこにキャスリーも加えたベテランの3体が、今でも主力を担ってるわね。ってこの城、鉄腕アトムか？プルートーといえば鉄腕アトムに出てくるロボットが有名だもんね。2連続で手塚治虫リスペクトを感じるステージだな。と、エイリアンがいっぱい、でも大丈夫。ピカボルトがしっかりバリアブレイクし、ストップもかける。早速1体倒した。そのお金で炎も投入。追加でグレゴリー将軍が出てきたが、やっぱりピカボルトのバリアブレイクが効いているようね。ちょっと前に進まれたけど、何個包囲してもう大丈夫。これだけの火力と妨害があれば、もう前線上げられることはないだろう。やっぱエイリアン相手なら楽勝ね。問題は超激レアが禁じられた時だけど。そんなことあるのかな？とりあえずプルートをクリアです。続いて赤い長方形星雲。ステージ名を言ってる間に、もうエイリワンが迫ってる。ちょっと出す順番間違えたけど、これ根本的にきつくない？ミズリー一体じゃおそらくエイリワン2体止められないし、赤い敵も出てきてたからな。今後もっと制限が厳しくなる可能性を考えると、EX とか、もっといろんな種類のキャラを育成しないとね。ということで次回、鍛え直してから、赤い長方形星雲にリベンジしたいと思います。今回は超激レアのゴリ押しで割とスムーズに進んだけど、今後もし制限がついたらやばいからな。想像以上の地獄を見ることになるかもしれないね。ひえ